採用される人間か採用されない人間、あなたはどっち？滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は企業が何が何でも採用したい人の特徴について、今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしてご紹介させていただきます。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。転職活動を行う人の誰もが第一志望の会社の内定を確実につかみ取りたいものですよね。僕自身これまでたくさんの転職者の方を支援してきて、数多くの成功体験を目にしてきました。キャリアや実績、転職軸や本人の性格など個人によって特徴が異なることはもちろんですが、実は転職面接において確実に採用される人には3つの共通点があるのではないかと思っております。そこで今回は企業が何が何でも採用したい人の特徴と、転職者の方に向けて末永から熱いメッセージを送らせていただきます。私としては理想の人生をつかみ取る上で非常に大切なことだと思っております。ぜひ最後まで動画をご覧ください。絶対に採用したい人の特徴、一つ目は組織カルチャーのマッチ度が高いです。どれほどキャリアやスキルがすごい人であっても、その企業において活躍できるのかという観点でマッチしない場合、採用されないケースが多いです。当然のことながら一人の力では組織において大きな成果を出すことは難しいです。しかし時にはたった一人の行動や仕事への姿勢が組織全体に悪影響を及ぼすこともあります。逆もしかりで、スキルがそれほど高くない場合でも組織カルチャーや価値観にマッチし貢献する社員は企業においてとても重宝されます。一人の行動が周りの社員のモチベーションや働きやすさに寄与し、結果的にその小さな行動が組織に大きな影響をもたらすためです。さらに組織カルチャーや価値観へのマッチ度が高い場合、安定して働き続けることができるため、この人は入社しても長く頑張ってくれるだろうと面接官も採用しやすくなります。組織の一部として継続的に活躍できるということをアピールしていきましょう。絶対に採用したい人の特徴2つ目は積まれているエンジン量が多いです。論理的思考力や高いビジネススキルを持ち合わせている場合でも、その人自身に一定のエンジン量、つまり活躍し続けるだけの体力がなければ安定して成果を出すことは難しいでしょう。ここで言う体力とは、ただ単に長い距離を走ることができるなどの体力ではなく、高い集中力や継続力、困難な壁にぶつかった時でもやり抜くことができる忍耐力を指します。当然ながらビジネスにおいては答えがないケースが多いので、仮説を根気強く検証し続ける必要がありますよね。そういった観点から、転職者自身に積まれているエンジン量は重要な採用ポイントの一つになります。絶対に採用したい人の特徴3つ目はメタ認知能力が高いです。このチャンネルでは何度か紹介していますが、メタ認知能力とはとても平たく言うと、自分の行動や思考を第三者的に把握し、常に客観的に判断できる能力のことです。つまり、なぜ自分はこの行動を取ったのか、どういうプロセスでその意思決定を行ったのかを自分の立場から一歩引いた視点から判断できる能力を指します。このメタ認知能力が高い人は、自分を第三者的視点で見ることができるため、新しい環境であっても比較的早く定着し活躍できるケースが多いです。自分の思考プロセスと行動を常に把握して、自ら PDCA を回すことができる人が活躍することは当然ですよね。ビジネスパーソンにおいてこのスキルはとても重要ですので、一度学習されることをお勧めします。もしこのメタ認知能力についてもっともっと詳しく解説してほしいというコメントが多数寄せられましたら、いつか動画にしたいと思います。ここまでは企業が採用したい人の特徴を3つご紹介してきましたが、最後に私がそんなことよりもっと大切だと思っていることをまとめましたので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。多くの人はどうしてもスキルや学歴、職歴など過去や現在の表面的な経歴や能力に縛られてしまい、それをできない理由に従ります。スキルさえあれば、学歴さえあれば、輝かしい職歴さえあればといった具合です。確かにあって損なことはないかもしれません。しかし長年転職キャリアのプロとして数千名の転職相談面談を実施してきた僕自身の感覚としては、皆さんが思っているほどスキルや学歴、職歴は重要ではありません。確かに転職市場は新卒と比較して即戦力市場で、経験者を優遇されやすい傾向はあります。しかしこれまで、もしくは
今現時点で輝かしいスキルや実績経験がないとして、それを後悔したりできない理由として言い訳をいくら言い続けても何も変わらないし、前進はしません。まずは目の前で成果を出して居場所を獲得すること、そしてその居場所で花開くことです。その成果や実績が次のチャンスに必ずつながります。自分の本領を発揮できる環境として、性格や価値観が合った仲間、同僚が多くいる職場、目の前のことを頑張る理由としての自分なりのエンジン、経験がないことですぐに成果が上がらないことは当たり前のこととして、何が自分に不足しているかを客観視して足りない部分を補う改善努力、これら前述した3つにフォーカスして行動を続けて前進していけば、一定期間で必ず成果は出ますし、次のチャンスも開いていくでしょう。これを強者の論理とか、恵まれた人だから言えるのだと思ってしまったとしたら、その姿勢こそできない理由、やらない理由を並べるだけになってしまいます。前向きな行動こそが次の現実を作ります。今の現実に悲観して次の行動をしなければ、悲観的な現実が続くだけです。あなたはどうしたいですか？誰にだって本当にチャンスはあるんです。あなたがこのメッセージを見て理想の人生をつかみ取るべく行動を起こしてもらえれば、私は嬉しいです。まとめの前にお知らせです。弊社アクシス株式会社では、転職を前提としない有料キャリアコーチングサービス、マジキャリを提供しています。理想のキャリアになるために必要な自己分析やキャリアの棚卸しを、プロのキャリアコーチが徹底的にサポートさせていただきます。キャリアに関する悩みを抱えている方、初回限定の無料キャリア面談でお待ちしておりますので、ぜひ概要欄をチェックしてください。また自分の市場価値に不安がある方に向けて、1分で完了する無料の市場価値診断サービスを LINE で提供しています。キャリアに関する有益な情報を発信していますので、概要欄から気軽に友達追加してみてください。それでは今回のまとめです。今回は企業が何が何でも採用したい人の特徴について解説しました。企業が採用したい人には3つの特徴がありました。組織カルチャーへのマッチ度が高い、積まれているエンジン量が多い、メタ認知能力が高い、そして最後に、たくさんの転職者を支援してきた中で私が感じてきたことをお伝えさせていただきました。耳が痛い部分もあったかもしれません。それでも皆さんが環境などを理由に理想のキャリアを諦めずに自己実現していただければと思い、赤裸々に語らせていただきました。転職や仕事で行き詰まったり悩んだ時は、このメッセージを思い出していただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。